皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、クリード、過去の逆襲。現代、クリード3。監督はマイケル・B・ジョーダン。脚本は、キーナン・クーグラーとザック・ベイリン。主な出演は、マイケル・B・ジョーダン、テッサ・トンプソン、ジョナサン・メジャース、など。世界チャンピオンの座と共に家族も手に入れたアドニス。ある日彼の前に、出所したデイミアンが18年ぶりにボクサーとして姿を見せる。ある事件で刑務所に入り、すべてを失ったデイミアンは、アドニスだけでなく彼の愛する者たちにも牙を剥く。というストーリー。アポロの息子を主人公にしたクリードシリーズの第3作にして、ロッキーシリーズの第9作。シリーズの定番パターンから離れ、ボクシングのシーンがなくても話が成立する人間ドラマとなっている両作。敵のパワーインフレを回避する存在としてデイミアンは絶妙なキャラで、彼を演じるジョナサン・メジャースの存在感は半端ない。またジョーダン監督が大好きという、アニメの影響を受けた演出がボクシングシーンに見られて面白い。ということで、評価は。Thumbs up.